常念つかさチャンネルニュースのトラ側がおはい、始まりました。皆様、この動画面白い、興味深いと思った方、ぜひ高評価のボタンとチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらね、共有ボタンポチッと押してね、拡散の方。 SNS にね、バンバン拡散の方よろしくお願いします。中国ガチカウントダウンということでね、ついにやってしまいました。軍隊にもですね、異変です。はい。あの、ブルームバーグがね、ものすごい記事、えー、これ実は、えー、昨日ですね、スクープで出たんですけれども、えー、なんとチャイナのロケット軍、腐り切っていたということでね、こんなタイトルです。習近平による中国軍粛清、背景にミサイル欠陥、米情報機関が分析ということで、衝撃の内容なんですけれども、えー、これ一応ね、私を監修しててくれてるね、 専門家にも聞きました、えー。そしたら、あの、書いてあることほぼ事実ですと、と、えー、いうふうに言ってましたんで、これあの、チャイナがね、自分のことを弱く見せてね、アメリカに油断させるためにやったみたいな陰謀論言ってる人いますけど、いや、一応あの、軍関係者はこれも事実だろうという,うまあ、おそらくそうだろうなと、とそういうふうに思ったんだけど、みたいな、そういう意見が大半です。で、何やってたかというとですね、これちょっと衝撃的な部分から読みましょうかね。アメリカの、まあ、これ情報機関がね、えー、まあ、その分析してるんですけれども、えー、アメリカの、えー、情報はですね、これちょっと記事とね、汚職の影響の例を、えー、いくつか挙げていると。 燃料ではなく水を詰めたミサイルや、 効果的な発射を可能とするように、えー、ようには、えー、蓋が機能しない、えー、中国西部のミサイル装庫などということで、あの、液体の燃料のロケットまだあるんですかね、チャイナね。まあ、そこにあの、液体燃料の代わりに水入っていると。固体燃料のところに水入れてる可能性もありますけどね。はい。まあ、そのね、水入れてるとか、えー、それからそのサイロですよね。ミサイルサイロってありますよね。あの、格納庫からバーンと打ち出すんですよ。蓋が開かねえと。ね、なんなんだそれみたいな話なんですけど、まあ、そんなことになっているということで、この記事ね、冒頭にこう書いてあります。 中国習近平国家主席による徹底的な軍粛清の背景には腐敗の広がりが習近平指導部による軍近代化の取り組みを損ない。 戦争する能力に疑問が生じたことがあったと、米情報機関の分析は示した。この分析について詳しい複数の関係者が明らかにしたと。で、匿名条件に語ったところによれば、中国人民海洋軍、ロケット軍内部及び国防産業全体の腐敗は非常に広範囲に及んでおり、習近平主席が無効数年間に大規模な軍事行動を検討する可能性は、そうした問題がなかった場合と比較すると低いと。 えー、いうふうにですね、アメリカ当局者は考えている。まあ、つまりもえー、ロケット軍ぐちゃぐちゃね。もう長ぐちゃぐちゃとても戦える状態にないんで、これちょっと戦争無理だな、みたいな。どうしようかな、みたいな感じもう悩んでしまうぐらいのレベルだということなんですね。で、この記事をですね、まあ、転載している産経新聞ね、えー、そこにもまあ、 大体まあ似たような話なんですけど、えー、中国ロケット軍、えー、戦力に疑義、ミサイルや水、汚職背景化という記事ですね。で、ブルームバーグの記事を引用してですね、えー、ミサイルに燃料ではなく水を注入するなどの問題があると、えー、いうふうに述べています。で、このロケット軍はですね、実はね、2015年にね、陸海空と並ぶ軍隊としてですね、実はまあ設立されたんですね。まあそれぐらい大きな権限を持ってね、唯一アメリカ軍に対抗できるね、ミサイルだけでは負けないみたいなので、まあ、作ったんですが、 えー、ここへ来て、ですね、まあ、その戦力、大したことなかったかもしれない、まあ、その背景は腐敗が原因らしいんですけれども、実はね、去年のね、12月30日にこんな記事が出てました、えー、中国全人代、元ロケット軍司令官ら9人を解任、理由示されずというね、非常に意味深な記事でありますこれもね、ブルームバーグなんですよ、なぜかねで、これによるとですね、えー、中国、えー、全国人民代表大会、かっこ全人代ですね、この常務委員会が29日開いた会議でね、 えー、軍司令官だった高官ら9人の代表職を解いたと。まあ、解任したと。で、これ、あの、新華社通信の報道なんですけれども、えー、突然の解任であり、理由も示されていないということです。で、しかもですね、この9人中5人がですね、ロケット軍出身で、司令官を務めた李玉長も含まれていると。えー、同志は汚職容疑で取り調べの対象と報じられていたということで、まあ、ロケット軍ね、肝入りで作ったんで、予算も多分多めに割り当てられていたんでしょう。で、その予算をですね、まあ、横取り。 横取りしてたのかなこれやったのかなこれな。うん、まあそんな感じでね。まああの、まあ、いろんな方がですね、この件についてですね、あの実はコメントされてます。えー、例えばですね、まあいつもね、この,あのチャンネルね、去年も何度も出てもらった渡辺義和さん、えー、元、えー、陸上自衛隊の陸将ですけれども、えー、こんなふうにあのツイッターにね、投稿されてます。ブルームバーグによる衝撃的な記事だが、以前から噂はあったと。 えー、いうことです。これは、あの、私を監修してくれてるんですね。プロの専門家、全く同じこと言ってます。はい。以前からこういう話はね、あの、軍の内部では、まあ、軍の内部というか、まあ、日本、ね、自衛隊の軍ですけど、まあ、いろいろ恒例ありますからね、アメリカ軍とかね、いろんなとこと。で、そういうところで、まあ、以前から実は噂がありましたというのを、こう、みんな口を揃えて言ってるんですね。で、えー、渡辺さんもですね、このね、まあ、記事引用してですね、燃料の枯れに水を入れたミサイル、ミサイルのサイロンの蓋が、えー、まあ、機能してないと、えー、いうことで、まあ、こういうことをやってるんで、まあ、習近平に粛清されたんじゃないかと。 え、それからですね、え、国際政治学者の鈴木和人先生ね、東京大学ですけれども、え、今回の記事を引用してですね、本当ならすごい話だが、今年後半にロケット軍の幹部や航空宇宙企業の幹部が続けざまにクビになった理由が、これなら合点がいくと。 それにしてもロケット燃料に水を入れるってどういうこと固体燃料じゃないのというかそれは腐敗というよりもサボターズなんじゃということでね、まあ、軍隊も寝そべり始めている可能性はゼロではないですねこれ、なんでかというとあのチャイナがです、ね、今、ね、全体的にです、ね、給料を、ね、あの減らそうという運動が広がりまくっているんですよね。 はいあのーまあ、例えばですけどね、簡単なことなんですが、グ、あのーグルで検索してみてください、ね、中国、給与削減ってね、ね中国スペース、給与削減っていうのね、だーんってニュース出ますよ。 ね、だから、軍隊だけじゃないですよ、社会全体としてです、今、もう景気悪いんで、給料削減、給料削減って、結構やってんの、えー、例えばね、今、私ね、パッと今検索したデータですよ、去年の7月の29日の記事で、ロイターね、中国ホワイトカラーで広がる賃下げ、レフレリスクもと、ね、いうのがこれ出てるでしょ、それから9月13日、バンカー、バンカー報酬、これ、銀行員ですよね、バンカー報酬40%削減も、中国を色あせる大都市で不要な暮らしいとかね、これ、ブルーバーグです、ねえー、去年の9月ね、それから去年の10月23日、中国天津市、 嘆く公務員2回昇進したたのに年収2割減ったってこれね、私のチャンネルでもやりましたよね。これね。あの、ネタで取り上げてますよね。あの、中国経済、ガチカウントダウンでね。それから、えー、今のがですね、日経新聞の記事ね。 それから去年の4月9日、これ朝日新聞の記事ですけど、銀行員年収2万、えー、2000万は高すぎ、政権の移行か、中国金融界に大言及の波ということで、もう去年のもう春ぐらいからこういうね、言及の波来てるんですよ。えー、さらにですね、5月2 0日、現代ビジネスね、それは習近平の大号令で始まった、えー、中国金融大粛清で給与50%カットの銀行員たちがたどる悲惨すぎる末路とかですね。 <laughs> まあ、銀行員の給与カットから始まったのかな、うん、でさらにですねプレジデントオンラインねこれおととしの6月18日給料を自主的にカット、えー、半分カットせよ中国の金下げラッシュ驚きの実態ということで公務員ですね公務員のこの言及の話がここにも出ていると、えー、いうことですごいですよね。 えー、それからプレジデントオンライン、去年の10月、銀行員は高級取りのエリート職業はもう終わり、中国で銀行員の大規模リストが進んでいるわけとかですね、えー、さらにロイターですね、これも去年の9月のニュースですね、中国の、えー、自動車労働者を襲う賃下げ、えー、需要減と、えー、値下げの悪循環ということで、もうあの銀行のみならずですね、こういうまあ製造業ね、そして公務員ね、至る所でですね、この賃下げの嵐っていうのがもう起こってるんですよ、チャイナでは。 でこれが、まあ、実はですね軍隊にももうすでに及んでいるのではないかと、えー、いうことです、で実はですねこの件に関してね2つちょっと重要な情報言っておくとね1個がですね去年の12月7日、はい、日本を代表するチャイナ通の1人であらせられる中澤克実さんね 日経新聞の記者ですけどねあの、えーっと、編集員ですね、日経新聞のね、こういう記事は書かれている署名記事で、中国、給与激減で膨らむ不満、経済方針示さず、市場落胆ということで、もうそのものズバリの記事を書いています。で、この記事のようやく,くと読むとね、国際情勢は不透明感が高まり、2024年も金融市場に波乱をもたらす可能性がある、えー、最も、えー、望ましくないシナリオまで想定し、賢く恐れ、投資戦略を組み立てたい云々ということで,で、その中でですね、えー、中国の民間企業をサラリーマンが手にする年収の一つ 4つの指標となるです、ね、その指数があるんですけれども、これに大きな変化があったと、地方公務員の年収レベルなんですけどね、大きな変化があったと、地方公務員の年収が前年比でおよそ25から35%もカットされたと、月ごとの収入の2位から4割を占める所有部分がゼロになった人も多い。 それなのに中国経済が前年比5%成長するなど理論的にありえないと、えー、これはですね、まあ、中国のねあの、まあ、現地の,そのまあ専門家が言ってるということでこの発言を中澤さんが取り上げているわけですよね。 はい、ということで、まあ、公務員の,です、ねまあその給与カット、まあ、民間企業のみならずね、銀行、え製造業、まあ、その他民間企業のみならず、公務員の給与カットってもうこれも事実として起こっていると。で、さらに言うとですね、もう一人のチャイナ通ね、福島香織さん、八重洲イブニングラボにもね、毎年来てもらってお話聞いてますけれども、福島さんもですね、今日の有料メルマガでですね、えー、軍隊にもどうも給与カットの波が、えーまあ、襲ってるんじゃないかというね、内容の,、まあ、あのメルマが書かれてます。ちょっと有料なんで内容は全部言えないんですけど、チャイナの ですねまあ、軍産複合体ですね、はい、あの防衛産業の研究所のです、ね、職員がです、ねまあ、あのかなりの給与カットを食らっていると、えー、いうことなんですよね。でこれもね多分あの人生はないかと福島さんが言ってる理由はねこの間ほらあのチャイナのほら、あのー、ね 大研究所のですね、あの私あの動画で取り上げましたけどね、そこの研究員が食えなくてですね、ミャンマー行って投資詐欺の片棒を担がれてたっていう、あの、ね、そういう、まあ、事件あったでしょまあ、あ,あいうの見てもですね、おそらく、あの、まあ、この給与カットはですね、えー、軍事産業にも及んでいると。で、軍事産業に行ってるってことは、おそらく軍隊にもまあ給与カット行ってるだろうと。で、福島さんのこのメルマガによるとですね、各種手当がどうもカットされてるらしいということなんですよ。例えば、あの、チベットみたいなね、まあ、言っちゃなんですけど、その、結構生活大変ですよ。 空気薄いし、ね。そういうところに一応ね、手当つくらしいんです。あの、危険任務みたいなね、治安悪いところとか行くと、チャイナの軍隊って一応手当ついてね。まあ、それで結構、まあ、ウハうウハなはずなんですけど、どうもそのね、えー、普通の給料に上乗せして出す手当っていうのは、地方政府が出してるらしいんですよ <laughs>。で、地方政府が今もう財源ないでしょ税収基盤脆弱でさ。 土地の錬金術も使えないので、そのなんか手当がもう出なくなっているということなんですね。で、もともとチャイナでですね、まあ軍隊を志す人っていうのは、まあこれ申し訳ないですけど、どっちかというと地方のね、ね農民戸籍のね、食い詰めた人たちがどっちかっていうとね、軍隊に行けばいい,せい,い生活ができるっつって行くんですよ。行くんですけど、行ってみたら給料全然出ないしね、ね、お手当出ないしね、なんか飯もクソまずいらしいんですよ。で、チャイナはほら、飯まずいと暴動起きますからね。 あのグルメだけは本当グルメだけです申し訳ないですけどあのチャイナは本当グルメですよはい私だって1993年にチャイナ行きましたけど飯めっちゃうまかったですから。 ええ、まずい店、基本的に潰れるらしいです、これ、あの、大阪の人の感覚に近いですけどね、安くてう,うまくないとだめ、高くてうまいのは当たり前、安くて美味しくて生き残るんですみたいな、なんか大阪の人みたいなこと言ってたんですよ、上海の人とかもね、当時ね。なんで、まあ、チャイナ軍隊においてもですね、飯がクソまずくなってる、給料六人でねえ、手当は全く出ねえみたいな感じで、もうやる気ねえみたいな感じで、寝そべりが始まってんじゃねえかと。で、その寝そべりがですね、このね、ロケット軍の今回のね、まあ事件にね。 象徴されているのではないかみたいなね、まあそんな憶測もあり得るかなと思います。まあ詳しくはですね、福島変わさんのね、あのえっ、ー、とチャイナゴシップ、えー、チャイナゴシップスっていうのかな、あのメルマガのタイトルね、あのこれ有料メルマガ出しているので、えー、詳しくはぜひお読みいただきたいんですけれども。 ちょっとね、そのメルマーの一部ね、普通の国有企業で、えー、賃金未払いの問題は中国では普遍的な問題でしたが、解放軍軍の部隊でも退役軍人の、えー、恩給とか、現役兵士の手当、補助金の支払いが1ヶ月から半年も遅れることがよくあったそうですと。 この兵士に対する手当補助金とは何かということで、さっきのね、あの、砂漠だの、高地だのね、ね、危険任務つくときに手当が出るんだ、関連地とかね、出るんだけど、これがどうも地方政府の財源で、地方政府が不動産のね、錬金術できなくなって財源なくなったんで払えないんで、不満が爆発していると、えー、いうことで。まあ、中沢さんのこの記事ね、去年のね、そして今日の福島さんのメルマガ、二、えー、人のですね、チャイナ通がですね、一致して言うところはですね、チャイナ全体で、えー、給料がどんどん下がってると。 民間だけじゃない公務員も下がってると、まあ、公務員かなり悲惨ですよね。中澤さんの、まあ、レポートによると3割ぐらい給料カットになっているということなんでこれはとてもじゃないけどやる気でないですね、まあ、チャイナの軍隊もだから、まあ、そういうことでですね、まあ、みんなちょっとこう士気が低下するようなね、はい、そんな感じに、まあ、なっているのではないかと、えー、いうことでございます、まあ、そんな中ですね、まあ、今回起きたね、えーまあ、チャイナのこの事件なんですけれども実は,、ね、実は今から3年前 2021年2月6日にね、こんな記事出てたんですよ。東方新報っていうところの記事をですね、AFP があの、まあ、翻訳してね。 え、まあ、伝えてるんですけど、中国軍が兵士の給与40%アップの報道、人材確保、流出防止に苦心という記事なんですね。これ、サウスチャイナモーニングポストっていう、まあ、チャイナのですね、英字の、まあ、プロパガンダ紙なんですけれども、ここがですね、えー、人民解放軍が今年兵士の、えー、大幅昇給を計画しているなどと報じてですね、えー、人材の確保や流出防止のための大胆な財政措置に乗り出しているというふうに言ってると。つまり、あの、給料を上げないと兵隊集まんない。 給料を上げないと兵隊逃げちゃうっていう状態だったんですよね。もともとね。2021年時点でそうだったんですよ、ね。なのに現在ですね。給料払えないどころか多分カットになってるっていう状況ですから、まあ流出層だから止めようと思って給料上げようと思ったのに上がってないというオチですから、おそらくね。そうするとこれかなり厳しいんじゃないかなと。まあ一応その2021年の記事ではね、40%引き上げると。ね で、その、えー、勤務環境が過酷な新疆ウイグル自治区やチベット自治区、他国との対立が続く東シナ海や南シナ海に勤務する兵士、えー、さらに善と有望な、えー、若手軍人には特別手当を上積みするっていうふうに、まあ書いてるんですけど、まあ、その財源が今ないわけですよね。まあこの記事その後どうなったのかってことをね、続報はないんですけど、まあおそらくですね、えー、中澤さんの記事と福島さんの記事ね、これ合わせ読めば、まあ結局それは口安 口約束に終わって、お給料は払われてないんじゃないかなということで、まあ、軍がね、ミサイルに水、蓋開かないなんて、まあ、こんな序の,の口でね、他にもいろいろ起こってくるんじゃないかなということで、まあ、これね、中国経済どころかね、治安がですね、カウントダウンしてしまう恐れもね、出てきたということでございます。ということで、今日の内容、面白い、興味深いと思った方、ぜひ高評価のボタンとチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらね、 拡散ボタンね、共有ボタンで拡散をお願いします。えー、それから最後にね、私のことを特に応援したいという方、Thanks ボタンでね、えー、投げ銭していただいてもいいんですが、えー、もし可能であればね、私がやってるオンラインサロン、YES Evening Grab の方にお,買いお入りいただくとね、一番の応援になりますので、よろしくお願いします。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。g o